今魚が向こうへ逃げようとします。でこの時にはあの魚の様子を見てください。でこっちに来そうだなっていう時に竿をポンピングして糸を巻き取ってください。これの繰り返しで魚を寄せてきます。で急に突進する可能性があるのでドラグはちょっと緩めにして指でスプールを押さえながらこうやって寄せてください。でこの石の間を抜かせるようにしてこっちに寄せます。取れました。これでネットに入れてからマットを用意します。マット用意してからこの柄を外します。外してネットを折りたたんで ここで少し巻いてから上げます。今度リリースするときは魚を落とさないようにこれで折りたたんで、本当はチャック閉めるといいんですけど、チャック閉めちゃうとリリースするときにまた大変なので、落ちないように両方こうやって押さえて水際まで運びます。それで水をちょっとかけて滑らせるようにしてリリースします。